はい、こんにちは。今回ご紹介しますのはこちらですよね。 TDM っていうやつだなと思うんですけども、まああのね TDM のものでして、まあなかなかこれもね、こうまあなんていうのかな、未来の、車を、それをね、まあ日頃ご愛用いただいてトミカのファンの方から、あるんですけど、まあ、なかなかいい、ものですね。でこうギューッとなっててね、このなんていうんですかね、こういう風になってて、これでガーッとやってね、でこうやってあれですよ、掴んだりとかねできるわけですよ。でこういう風にね、キャタピラになってね、泥だとか砂利だとか砂だとかそういったものをねこう積んで運んだりということがね、まあできるというふうになってて、まあ非常にね、なんていうの、面白い車というふうになってるしね。要するにほら、重機が2つだったっけ、これ、うち重機3つついてるのか、シャベルカーにもできるし、まあ、ドリルで穴を掘ったりするのかな、これね、あるいは特殊なものを掴んだりとか、そういったこと、工事もできるし、まあ、土を運ぶこともできるし、これで一気に3つの仕事ができるというね。すごいですね。もうさぞ3つの仕事ができるとなったらお給料もさぞいいでしょうねと思うんですけどね。まあ3つの仕事をこなすことだと思います。大変素晴らしいね、お車なんですね。まあこういう車が1台ありますとなかなかね面白いんじゃないかなと思うんですけどね。皆様ね、いかがでございましょうか。もう1つこういうお車ね買ってみてね、乗ってみましょうね。夢があってね、こういう夢があるのを作るの得意なんだよね、このメーカーは。夢があるやつを作るのが得意なんですよ。だからまたね、こういう夢のあるなんかこう企画がございまして、企画というかこういうのがございました、またね買って、まあ、遊んでみてはいかがでございましょう。遊びなり遊びなりねしてみるとまたいいんじゃないかなと思いますよ。というわけでどうもありがとうございました。